北口甲府駅は山梨県甲府市丸の内一丁目にある東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道の駅である。当駅の所属線となっている中央本線と当駅を終点とするみの線の二路線が乗り入れている。中央本線の当駅を含む塩尻伊東の区間は JR 東日本の管轄で、みの線は全線にわたって JR 東海の管轄である。 しかし当駅は JR 東日本の管轄駅であり、JR 東海には属さない。JR 東日本八王子支社の管内にあり、三の線織り場内信号機に会社協会が設置されている。特急列車を含む全旅客列車が停車する。1987年4月の国鉄分割民営化までは、中央本線、三の線ともに日本国有鉄道の路線であったが、 分割民営化によって、中央本線塩尻伊東は JR 東日本、三延線は JR 東海の管轄となり、東駅は JR 東日本と JR 東海の境界駅となった。東駅には中央本線のみ CO43 の駅番号が設定されている。中央本線は甲府市街中心地を東西に通過しているが、 甲府駅の立地する甲府市丸の内1一丁目は、内堀に威嚇された、甲府城の内城部分に位置する。現在の甲府駅駅舎は、上域北側の清水車に相当し、車には、櫓や書院、城門などの施設が存在していた。南側には、館形洲輪、本丸が所在する。清水車の東西、北側は、内堀が威嚇し、北側には二の堀で威嚇された。 武家地に通じる山手門が所在している。明治期に甲府城は廃城となり、二の堀は埋め立てられ、武家地は払い下げられて、観光徴用地として開発され、甲府駅の開業に至る。甲府駅周辺の空中写真国土交通省国土、チリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成 JR 東日本と、 JR 東海の共同使用駅となっており、JR 東日本の管轄駅である、地上駅であり、舞鶴城跡の一部にある、南口に接して、単式ホーム一面一線、その北側に島式ホーム一面二線が置かれ、南口側から一番線、二番線、三番線の順に付番されている。さらに単式ホームの東京方が切りかかれ、切りかき規部を挟む形で、 ミノブ専用の2線があり、計2面5線となる。ミノブ専用の切り欠き機、ホームのうち1番線に近い方が5番線、南口に近い方が4番線である。港内北側に日本国有鉄道交付機関区が、南口ロータリーの西側には1面2線の貨物ホームや貨車仕分け線などがあった。コンテナなども取り扱う大規模な駅であったが、1984年に、 貨物取扱いは廃止され、その後1988年に新たなコンテナ取扱い駅として、竜王駅が整備された。なお、基幹区跡地の再開発は長年にわたり、ロータリーのみで進展がなかったが、2005年より本格的な整備が行われ、跡地は現在 NHK 甲府放送局や、甲府地方合同庁舎などが設置された。ホーム上は1番線に、屋内待合室。 喫煙室2.3番線に、キオス区、駅弁販売所、屋内待合室、喫煙室が設置されている。一方、4.5番線には、ベンチと自動販売機のみ設置されている。現役車旬行から、長らく改札内コンコースを結んでいたのは、階段のみであったが、バリアフリー対応の一環で2010年7月15日までに1番線。 新宿方面及び2.3番線松本方面にエレベーターとエスカレーターが設置された。京上駅舎を有しており、駅事務室、自動改札機、緑の窓口、南口の駅、ビル、セレオ甲府の2階に接している。北口へは京上駅舎から古典橋が伸びており、通路には和菓子屋、コインロッカーとビューアルト、照明写真機が設置されている。 改札内にはニューデイズ、蕎麦屋、駅弁販売所がある。改札外には、2021年4月7日に、店舗、カフェワインバーブ同種一番館が開業した。近距離乗車券等の自動券売機には、JR 移行直後には、JR 東日本区間と、JR 東海区間を区別する機能があった。当駅は、JR 東日本東京圏。 輸送管理システム導入の最西端の駅となる。駅ビルは1986年の下維持国体開催に合わせ、1985年10月にエクランとして改築完成したものである。以前は戦前からの木造平屋の駅舎を持ち、一番線を除く中央本線各ホームへは古戦橋でアクセスしていた。この古戦橋はかなり古いものであった。 2015年3月13日にセレオ交付として改装をオープンし、同年4月17日にグランドオープンした直営駅で春日井町駅、塩崎駅を管理する。2010年6月4日までは1から3番線では管の製作所製作のメロディを使用していたが、6月5日にスイッチ製作のものに変更となった。4.5番線ではベルを使用している。 甲府駅では1990年代まで日食、紅葉券によって数種類の駅弁が販売されていたが、2002年に日本レストランエンタプライズへ吸収合併され、一時期駅弁が取り扱われない時期があった。2003年に NRE の子会社である NRE 大蔵と小渕沢駅を拠点にしているマルセイが NRE に委託という形で駅弁販売を再開した。 NRE 大蔵は、小グ駅近くにある第一工場にて製造した駅弁。マルセイは、高原野菜とカツの弁当や元気貝を販売していたが、どちらも数に限りがあり、繁忙期などでは売り切れになりやすかった。NRE 大蔵が、甲府駅での駅弁販売から撤退し、駅弁取り扱いは、マルセイのみとなったが、2018年12月には、改札口脇に、 2019年6月には2.3番線ホーム上に、マルセイ直営店舗、マサイチが出店。甲府駅での駅弁の種類が増えたほか、軽食、飲料、土産物等を購入できるようになった。JR 東日本集計による2社を合わせた2019年度の1日平均乗車人員は14,246人で、ある。なお、この数字には、 校舎客や二車間乗り換え客は含まれない。山梨県内の駅では最多。近年の推移は以下の通りである。身ノブ無人駅から当駅まで乗車した場合は、整理券が自動生産機に対応していないことから、有人改札口で生産を行う必要がある。身ノブ列車の到着直後は、 無人駅から乗車した利用客が改札口の有人通路に並び生産を行うため特に朝ラッシュ時は長蛇の列が一番線ホームまで伸びる光景がよく見られるこの件に関しては JR 東日本が駅業務を行っているため JR 東海としては身延線の問題ながら対処できない状況にある JR の取り決めにより共同使用駅の改札口で徴収する 税抜き運賃3000円までは、改札業務を行う JR 旅客会社の収入となる。東日本旅客鉄道労働組合東京地方、本部は、2021年3月4日付の、組合員向きニュースにて、ワンマン、無人駅での運賃取りこぼしや、生産遅延対策として、中間改札の設置を提言したことが、報告されている。また、線の甲府側の区間は、 スイカエリア外であることから、改札口から、身延線ホームまでのところどころに、乗車カードが使えない旨の注意喚起の看板が、掲示されている。駅南口には、武田信玄港の銅像や淀橋交付府を左右に見る、駅前広場と、バスタクシーの発着場である、公共交通ロータリー、それに、一般車専用のロータリーが整備されている。また、駅前広場から南に伸びる大通りは、 平和通りと呼ばれ、商業ビルや金融機関などが軒を連ねている。第二次世界大戦後、南口駅前広場中央部には、噴水、武田信玄構造、宝石をあしらったモニュメントが設置されていた。当時、武田信玄構造は南向き、すなわち平和通りの方をまっすぐ向き、甲府市の繁華街を見下ろす形で立っていたが、駅社会築時に、駅前広場の若干に、 噴水は1985年の駅舎改築工事、モニュメントは2015年の駅前ロータリー、改修工事開始を機に撤去されたが、2019年11月にダイヤモンドリングを模したオブジェが新たに設置されている。かつての駅前ロータリーは、バスターミナルへ向かう高速バスや路線バスと、タクシーや一般車両の交通が混在していたため、自動車の往来が非常に激しかった。また、 駅からバスターミナルへ向かう際は横断歩道を渡る必要があった。そのため、甲府駅南口周辺整備事業による再開発で駅前広場やバスターミナルの再整備が行われ、2015年7月15日から一般車ロータリーが2016年9月7日から公共交通ロータリーが全面供用を開始した。新駅車竣工後、 北口は階段及び車椅子用のスロープがあるのみであったが再開発に関連し2008年7月より改修工事が行われ2010年8月4日に完成した。に北口はエレベーターとエスカレーターの他構内に待合広場を設け水晶で作られたクリスタルアースと呼ばれる球体のモニュメントや水晶細工などが展示されている。またペデストリアンッキが設置され、 甲府市道あたご町過剰線を渡るために一度降りて、再び歩道橋を渡るか、横断歩道を渡るという手間が省けるようになった。ペデストリアンデッキには屋根が取り付けられており、素材は東京ドームの屋根と同じものが使われている。また、駅前広場は、よっちゃバレ広場と名付けられており、2018年には、武田信と構造が設置された。 北口の改修工事中はやや南東側に仮北口が設けられ、スロープの代わりにエレベーターがあったほか、タクシーや自家用車用のロータリーが設置されていた。ただし、ロータリー規模が小さかったため、バス停は仮北口からやや離れたあたご町下乗船沿いに設置されていた。バス停は2北口が共用開始されると、北口ロータリーに再移転している。 甲府駅北口のパノラマ。左から順に、甲府駅北口、駅前ロータリー、山梨県立図書館、藤村記念館、セインツ。25甲府駅前には、バス停留所が、南口のバスターミナルと、北口の駅前広場、駅東側の立橋上にある。ほぼすべての高速バス及び路線バスは、南口のバスターミナルから発着するが、 山梨交通の一部の路線などは、バスターミナルを通らないため、甲府駅北口、または甲府駅にて乗降する必要がある。バスターミナル以外にも、駅の南口周辺には、ウィラーエクスプレスが発着する甲府駅、南口バス停がある。山梨交通や富士急バスの県会議事堂の南進方向のバス停と同一地点にある。 注釈出展報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。